この度、私、澤穂希は、今季をもちまして、現役を引退することを決断しました。引退の、一番の理由は、心と、体が一致してトップレベルで戦うことが、だんだん難しくなってきたと、感じたからです。人生の、最大の大きな、決断となりましたが、悔いのないやりきった本当に最高のサッカー人生でした。残り、皇后杯最大で3試合残っています。今まで、たくさんの方々に応援していただいた皆さんに感謝の気持ちを込めて精一杯プレーし、サッカー選手、澤穂希として最後生き様を見せたいと思います。今まで応援してきてくださったすべての方々に、感謝したいと思います。皆さん本当に長い間ありがとうございました。